ハロー、アサギーニョです。私入院します。あと30分後に家を出ます。怖い、めちゃくちゃ怖い。入院に行くのでパッキングの様子をご覧ください。今回の入院の原因は親知らずですって言うたら親知らずかってみんななんか微笑むんやけど、微笑んでる場合じゃないんですよ。私の歯は4本ともここ親知らず生えてて、こっち向いて生えてるのもあるし、中に生えてるやつもあんねんけど、痛くて去年の11月ぐらいに痛って思い始めて、たまにこっちも痛むねんや。もうなんかもうどうしようって感じで今回入院する運びとなりました。もうほんまに怖い。うち今までさ健康に生きてきたからさ、メスの一つも入れませんでしたよ。骨折もなければ捻挫もない、ほんまに健康に生きてきました。つらい。初めて痛み始めたのがスクランブルスクエアに行ってみたっていう動画出した時に、チーズケーキみたいなの食べた時に、あ、痛い、虫歯かなと思った。あの瞬間がな、初めての痛みをな捉えてて、あの動画で。あれからずっとこっちでご飯食べませんでした。つらかった。ずっとこっちで食べるから顔も歪んできちゃって、ここがこけるようになってきました。でたまにこっちもグーンって痛む時があって、今まで虫歯になったことないのに親知らずが虫歯になっているっていうのでな、一気に4本もう抜かなあかんってなってん。で今から2日間の入院をします。ほんまに心構えてる。パキュン。というわけで一旦忘れ物を確認がてらパッキングの様子を見たいと思います。入院って何持っていけばいいの？パジャマみたいなのは貸してくれるって言うから、これはこういう手術は私を受けますっていう同意書、クシと、とりあえず帰りの時は一応ヘアアイロンがないと私ボサボサになっちゃうからヘアセットやろ。あと病院の中ではお化粧できひんねんけど、帰る時のためのコスメ、これはねもうワンサカ入れてきたんやけど、充電器、入院中に携帯の充電なくしたり切れたりしたらもう私死んだも同然。 iPad とスマホ、スキンケアもするので大きな鏡、シャンプーとトリートメントなど、お風呂グッズとスキンケアグッズと、パックも病院の室内がめっちゃ乾燥してたら嫌やし、持ってこうと思ったけどなんか病院でパックしてるとかちょっとなんか優雅ぶりすぎてうざってなられるかな、何してんねんみたいな。これはねミニの付録についてるシマのコラボクシ、これいいよね、便利、手に入れた。でピッタ、ハンドクリーム、夜用と日中用の顔保湿しとくやつ。全身麻酔ってどのぐらいで目覚めるんか分からんけどさ、ずっと眠り寝ついてたら顔パリパリなったりしたら怖いからな。まあいつものスキンケアってやつです。これはどんな時でも怠らない。ほんでさ、うちさめっちゃ怖いねんけどさ、親知らず抜く時にさ、みんながな教えてくれたんやけど、 SNS でグワーって口開けるから口がバキバキなりましたとかいうの聞いて、ちょっともうそれも怖くて、こういうめっちゃゴテゴテのリップバーム、ポール&ジョーのリップトリートメント、これは塗っていこうかなって思ってる。ほんでまあこれは下着なんやけど、これはキャセリーニのカバンです。お風呂のグッズを持っていくカバン。ほんで帰りは顔が腫れるって聞いたから変装するためのサングラスです。これごめんやけど、帰り際に人に会ったりファンの人に会っても話しかけないでください。こんな顔の時に会ってもな、多分笑顔になれないから、私が変装してる時はどうかそっとしておいてください。バキュン。でお財布、保険証も入ってるから OK。 ちょっとね最悪なタイミングなんだけど、レディースデーグッズを持っていきます。これだけでいいの？歯抜いたら数日4本も抜くから、ご飯がまともなやつは食べれませんって言われたから。だから最近ハマってんねんけど、お粥を買いました。お粥ちゃんと買っといた。これはカニ雑炊、これとっても美味しいんだよね。これタイ雑炊なんやけど、こういう柔らかいやつをちゃんと買っときました。マジで私人のお見舞いとかも行ったことないから、入院というものがドラマでしか見たことないわけで、ドラマで食べてるご飯とか、どんなんやったっけ。予定としては1日目に全身麻酔のテストみたいなのをやんねんな。で一晩寝て次の日の2日目の朝11時から抜きます。どうしよう。で眠りから覚めるのがいつかわからんけど、その日の夜過ごして次の日の朝帰る。2泊3日親知らずの旅に行ってまいります。なんか自分でも情けないけど、ほんまに怖くてさ、親知らずごときにグチグチ言ってんじゃねえよってさ、強い人は思うかもしれんけどな、マジで怖いねんな。
放射さんもな、めっちゃ怖がらせるつもりでは言ってないと思うけど、リスクを言わなあかんからな、使命やから。それは全身麻酔は呼吸を止めるから、もしかして万が一後遺症が残るかも。ここを抜いたら、こう鼻と口の間の空気の空洞が穴開いちゃうかも。稀に神経まで触れてしまってみたいな、めちゃくちゃ怖いこと言い張るねんや。もううち先生と顔の距離このぐらいって震えながら話聞いたぐらい。じゃあ行ってきます。見てくれてありがとう。今まではありがとう。人はまあいつどうなるかわからんから、感謝の気持ちっていうのはちゃんと伝えとかないといけないですよね。みんないつもいつもありがとう。こんな弱い私ですが旅に出ます。大好きですよ。皆さんただいま。ご無沙汰してます。ハロー、アサギーニョです。抜いたよ。ちょっと笑われへん。僕アンパンマン、困っている子はいないかい。僕のほっぺを少しあげるよ。無事親知らずは4本と決別。あ、っていうか持ってもらってんの。はあ、いやーもうドラマやった完全に。ちょっとグロいから見せん方がいいと思うねんけど、親知らずってこんなに大きいんやな。やばいよ。ちょっとサイズで言うたら木いちごラズベリーぐらいはある大きさ。めちゃくちゃでかいの。これ4本抜いたと思ったらすごいわ。このもらった歯4本はネックレスにしようかな。私のお宝にします。あのね、入院ってマジでドラマやった。ほんまにこれいっぱい伝えたいことあんねんけど、正味一番みんな気になってる痛み、この痛みっていうのは生理痛よりマシほんまに全身麻酔ってすごいの。ガタガタ震えとったんやけど、眠りますよって言ったらなんか怖い、ボンってもう意識消えて、起きてくださいって言われたらもう終わってんの。でも寝ぼけてるからこっちはさ、あーみたいな、この歯また渡しますねって言われたらもう多分寝ぼけて感謝しますみたいな、めっちゃ浮かれてって寝ぼけてた記憶があんねんけど、それぐらい抜くときは痛くなくて、抜いた後もまあズーンってするけど生理痛より全然マシ。ほんまに痛み止め飲んで今は過ごしてるんやけど、ちょっと今からお粥のお湯沸いたからお粥を作ります。すごかったよ入院。めっちゃ怖かってんけど、看護婦さんがもうほんまにどんだけ優しいんって感じ。私たち初めて出会いましたっけ今みたいなくらい、めっちゃなんか母のように、大丈夫飲んどく、あ、いける、あ、よかった、 OK みたいな感じで、私たち今までに出会ったことありましたっけってくらい、みんながママ、大量のママたちって感じで、すごい支えてくれた。キュン。何が辛かったかっていうと、夜の9時にご飯食べるやんか。ほんなら次の日の、そのまた次の日の朝8時まで何も食べたあかんって言うねん。なんか飲み物も決まっとって、これ以外は飲んだらダメって。それは結構辛かった。どっちにしようかな。今日はタイで。マジで看護婦さんがいたからこそ乗り越えられたわ。先生とかもご気分はどうですかみたいな感じの人とかもおって体調はどうですかみたいな僕も笑われへんねんけど笑っちゃった。ほんでな、寝とってん夜。ほんでもう寝れへんな寝れへんなと思って、で目開いとったんやけど、そしたらカーテンからわっ見回りの看護婦さん、ちょっとさすがにあれ怖いかった。うちほんま心臓飛び出るかと思って。で今からはほんまにこの通り腫れてるから、パンパパンやろ、硬いものも食べれないし、笑うのもこのぐらいしか笑えない。いただきます。よし。でもな、うち今ここに感覚がないから触っても分からへんぐらい食べるの難しい。手術の前はこんな感じの顔やってんな。うち病院では場所が特定される動画とか撮れなかったから顔だけ撮ってたんやけど、こういう顔やってん。でそっから手術終わったらこういう顔で、普通にそんな腫れてなかったんやけど、そっから1時間2時間経ったらこんな感じで、さらに時間が経つとこういう感じで、夜とかもすごいだんだん腫れてきて怖かった。結構なもう病院では寝れへんかった。緊張もあった私怖くてあんまり寝れへんかったけど、でそう今日の朝が一番腫れとった。ちょっと心配なのが口ガーって開けるので、ここがすごい跡になって
っちゃってて、これが残ったらちょっと心配やなってくらいかな。あとこっちの歯は神経まで触れてたから感覚が戻らへんかったらどうしようっていう怖さもちょっとある。鈍ってるのよな。あのさ、パッキングしてさ外出た時に気づいてんけどさ、ネイルしてたらあかんって。心電図かなんかの測る機械をつけるからネイルしてたらダメなんやって。ジェルネイルなんてもってのほかって感じで、うちさ可愛い可愛いネイルしとったわけ。気づいてさその日にやばと思って、もうダッシュでホットペッパービューティー駆け巡って、今行けますかって言って撮ってもらった。みんなも気をつけて。バキュン。というわけで皆さん、たくさんたくさん相談に乗ってくれてみんなありがとうございました。 SNS などで励ましをもらってようやく親知らずを抜くことができました。ありがとう。みんなは歯の恩人です。私のこのアンパン漫画を見るのもこれで最後だと思います。忘れないでね。それじゃあ見守ってくれてありがとうございました。次の動画もお楽しみに。バキュン。入れ替わっちゃいました。すごい仕上がりなので皆さんスワイプして見てください。バギンバギンいらっしゃいませ。バギン。